聞いたら損するです。すいませんでした。すいません。すいません。この入り口もねいいのかどうかまあまあ続けてたらもしかしてそうですね、うん、しっくりくるかも。あの廃止したい制度ありますか。廃止したい制度、うん、廃止したい制度ね。これねあれです、お土産。あ、お土産、あのこれ本当僕も大賛成、うん、自分の、うん、こう思いになんていうんですかね、持っていきたいっていう気持ちと、うん、相手の期待値を超えないといけないみたいな、うん、あのプレッシャーとプレッシャーが嫌だっていうのと、うん、このラインナップ、うん、この空港にいた時のラインナップの少なさに、うん、なんかどうしようっていつも思うんですよね。あ、なんか最低宣言みたいな感じじゃない。そうですね、空港に行くと。あ、確かに宣言かって思うんですよ、うんうんうん、送るべきコミュニティを考えると、うん、5000円とかなるなるなる。それは全然なる、全然なる、うん、それだったら、うん、どうせあげても覚えててくれないし、まあ、みんな基本そんなね何もらったかも覚えてないし、うんうんうん、お土産はね廃止したいですよ。果たして本当あれよね、その喜びを数値ができるとしたら、うん、あれもらった瞬間にどれだけその喜びが上がってるかって話だね。多分ぶっちゃけ上がってないでしょ。上がってないと思いますね。 2位ぐらい、うん、そうそう、100のうち2位ぐらい、うん、あいつものみたいな感じになってる、うんうん、はいって言ってあなただけにハイチュウ、なんかそのご当地のみたいな、グーンって上がる、グーンって上がるもんね。そうそう、あれはでもラスベガスに行ったお土産は、うん、5ぐらいでした。コイン、ラスベガスは 5? あのコイン、コイン5ぐらいで。でもあのあれはシンガポールは、あ、シンガポールだ、シンガポール、え、シンガポールが5なの。あのあれ、あれ1個400円ぐらいしてんのよ。全然倍ぐらい。マジか。普通の人のいつももらうお土産では倍ぐらい嬉しかった。ああ、そうかそうか。倍ぐらいで。あれ？僕もシンガポールのお土産、あのペーパーナイフだったんですけど、うん、20ぐらいでしたね。20ぐらいでしょ？結構上がりました、ね。あれ、それでもそんなもんか。いや、切れねえなと思って。全然切れない。切れないんだ、あれ。え、でも、あの、ラスベガスのコインチョコレートが、は何点ぐらい？あれは思い出したら2位ぐらい。あれ全然差ねえな。やめよう、お土産。お土産お土産やめよう。でも、まあまあ、あの、そうやって大森さんみたいに心ない人が、うん、4とかね、5とか言うけど、うん、買いたい人は買いたい、あ、買いたい人には買いたいんですよ。うん、本当の気持ちとして。おう、うん。せっかく来たから、なんか、あの、ふざけた感じでもいいから、うんうんうん、ちょっとなんか渡したいな。それってあれ、なんか自慢したいという気持ちがあるんですか。俺はどこどこ行ってきたぜっていう。自慢したいわけじゃない。ちょっと共有したいみたいなね、この面白さを。面白さを。面白さというかね、なんかちょっと異国感というか異文化を。あ、だから本当は、あの、押し付けがましいです。うるさいね。あ、じゃあ、本当にあげたいって思わないんだ。なんか変な人形とか送りたくない？あ、まあそれは対個人とかではいいっすけどね。あ、そうそう、俺対個人の話、うんうんうん、団体はね、うん、もういらないかなって思いますね。なんか翔ちゃん大好きみたいなステッカーを見つけたら、うわ、これ買ったろうかなとか、そういう気持ちは思いますよ。あ、なんか別にそれお土産じゃない、その辺で売っててもそういう感じになる。まあね、まあまあまあ、それはそうだね。そこはそう理解できます、対個人に対して。うん、対個人はね、だからなんか嫌なのは、お土産っていう制度っていうより、それがルーティン化してることがすごい嫌で、買わなきゃいけないとか、もう本当、うん、心もこもってないし、うん、こんなこと言ったら本当怒られるな。いや、これやめてしまったら、逆にもらった時に跳ね上がりますもんね。ルーティン化してるから、もらう側も慣れちゃって。うん、もう、あげないというのが、もう法律で決まって、それをこう違法行為としてあげたら、もう跳ね上がるじゃん。あ、確かにそうですね。え、そんなちょっと法律犯してまでくれるの？このチーズ饅頭みたいな。なんで売ってるのよ、法で資金自体が。チーズ饅頭なんで売ってるのよ。なるほど。でもね、その思い入れって、あの、お土産って一番めんどくさいのは、うん、どのタイミングで買うかってありません？あれ、かさばるし。かさばるんですね。かさばるね。うん、まあ、お土産のために開けていく人いるぐらいだもんね。そうですよね。スペースをね。あの、うん、空港のゲートをくぐってから俺は買いたいんだけど、ゲートをくぐったらもうその先には種類がぐっと減っちゃうんじゃないかな。そうなんですよね。だからゲートを、基本的には。あの、
検査場の手前で買わなきゃって思うけど、うん、今さっきせっかくホテルで、脱いだものとかを詰めて完璧にしたけど手荷物が増えるのも嫌だし、買うタイミングね。そう、最近あったのが初日に、その出張で行った初日に、僕に対してのお土産じゃなくて、その会社の同僚に対してこれ渡してくださいっていうお土産が、A さんぐらいのなんかまんじゅうみたいなやつ渡されて、A さんのまんじゅう、これカバンに入んねえっていうのを思いながらこれを背負って帰って、初日でホテルとか移動した後もずっと背負い続けるわけじゃないですか。もう超邪魔、でしかも俺のじゃない、何このお土産間接効果みたいな、これですごいもう心の中ではストレスがすごくて、じゃあ今のところ 100% 多数決で決まってるからもうやめよう、お土産はもうやめよう、やめよう、やめよう、お土産に変わるものがあった方がいいですね、お土産に変わる、かさばらない、かさばらない、かさばらない、金銭的価値がある金銭的価値がある、金銭的価値ないとダメなのかかもしくはそのご当地をちゃんとこう感じられるというか、なんだろう、砂金とか、あいいですね、石とか砂とかあ石はいいんじゃない、石ごめんよくない良くない、ね、石をカバンに詰めて帰るのはねなんかあれやね、おとぎ話じゃなくて重くなって帰るみたいな。他になくしたい制度ありますか？俺ね、結婚っていう制度はやっぱもう一回考えた方がいいんじゃないかとちょっと思うんですよね。新婚なのに、新婚なのになんです、なんですけど、やっぱあの なんですかね、その新婚だからなんですけど、あのこう冷静に考えてみたんですよ。これ奥さんが聞いてると本当どうなのって思われるかもしれないですけど、奥さんに求めるものって結構いろいろあるなって思ったんですよね。で言ったらあのすごい古めかしい考え方で言ったら、これ本当は対等なんですけど、家事してほしいとか、いつまでも綺麗でいてほしいとか、子供を産んでほしい、子供を産んでほしい、いい母であってほしいとか、で結構これ全部やっぱり願ってるものって違うじゃないですか。そのなんていうんですかね、彼女と、まあ、言い方悪いですけどセフレと、お母さんと、で良きパートナーと、こういうものを全部求めてる、求めてるようになってしまう、なってしまうなっていうか、あ求めてしまうなと思って。これって女性サイドはどうなんですかね、彼氏とセフレと、あそうそうそう、いいパパと ATM とこれ今もう、あの両方が、平等になってるんで、今求めてる似てるけど、でも多分求めてる個数はそんな変わんないじゃないかと。それがなんていうんですかね、経済なのか、それともこうなんていうんですかね、性欲満たすところなのか分かんないですけど、そのちょっと違いはあれど、で性欲満たすために結婚する人っていますかね。いやまあいないですけどね、でも求めてる人いるかもしれないし、あれですよね、ずっとセックスレスだったらみたいなのあるじゃないですか、それはねダメだっていうのもあるし、っていうことを考えた時に、やっぱりあのこの2人しかいない家族、まあ、もしくはその核家族で相手に全部こう求めるのってすごい限界があるんじゃないかなと。だからなんかそれをいろんなとこに散りばめ、そうそう、散りばめられるような仕組みができたら方がい、なんかお互い健康なのかなって。どっかの部族とか、どっかの宗教だとか忘れたんですけど、もうフリーセックスで産んだ子はみんなが親、そういうのとかね、そう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 、だから誰の子もみんな愛するし、その寝取られるとかっていう嫉妬もそもそもないっていう、すごい世界ですね、みんなのものなんですね、みんなのもの、自分もみんなのもの、そういうことですよね、まあ、それも一つの多分形だと思うんですけど、結婚ね、そういう進化ができたらいいのになっていう、いろんな役割をプロに頼むっていうのはすごいいいなって思いますね。あそうですね、確かにね、いやでも結婚の制度、ところね、もう子供もいらっしゃるじゃないですか、長いし、もう話を、もうなんだろう、聞いてくれないとか、
あ、子供が多いと子供がこう中心に、ね、2人で話をしたら子供がわって入ってくると、うんうんうん、もうお母さんはそっちに入るので、うんうんうん、でお父さんはまあもうすぐシュンとな、もう俺なんで親父がこうどんどん寡黙になっていくかってすごい分かってきてるんですよ。あ家の中での役割があんまりないがゆえに、あ何かの子供が喋るとか、うんうんうん、お風呂に入るとかって言った時に、うん、お父さんの役割がこうどんどん減っていくから、うん、もう一人の世界に入った方が平和が保たれるって勘違いかもしれないけどなるんですよね。あ、うん、でそういうのを考えると、例えばあの3ヶ月ぐらいちょっと子供預かってみたいな、ちょっと2人で3ヶ月ぐらい旅行行ってくるからとか、うん、でできたらいいなとかね。あ、うん、あそのお父さんと子供だけで、うん、いやいや嫁 と, と子供を外に預ける。ああそういうことか、うん、そっか、うん、うん、だけどそれ面白いですね。うん、まあ、寂しくなるかもしれないけど、うんうんうん、それはそれでいいことだと思うんですよ。うん、で毎日一緒にいると分からない価値みたいなのが離れると分かるかもしれないし、あで、まあね、それこそ子供が他のプロの、なんか保育士さんとかに、うんうんうん、3ヶ月一緒に過ごした結果こういうことをしてくれるとすごく楽しかったっていうのをこう僕ら夫婦は得られて、じゃあやってあげようとかって、こういう教育をしてくれと、うん、子供に言われる言われるすいませんでしたこういう教育をします。いいですねそれ、うん、子供にとっても大人がやっぱり多い方がいいですよね。思いますよ、親だけじゃなくて、うん、おじいちゃんおばあちゃんがいるとかっていいなと思うんですけど、やっぱりなんか価値観が危険だと思うんですよね、うん、親だけの価値観で固定してしまうとね、うん、だから例えば DV とかっていうのも閉鎖された空間の中で起こってるけど、うん、それがなんだっけ、 なんだっけ、あの5人ぐらいご家族が一緒に住む長屋みたいな制度だったら怒らないとか、うんうん、近所の人と近いとそういうのが起こらないとかって昔はね、うん、あったけど、どんどんそのつながりがなくなると事件が多いみたいな話、うんうんうん、なんか個人と個人がもっと緩くつながれるというかね、うん、感じになるといいなって。結婚制度がもっと緩く考えられればいいですね。そうですね、うん、だからフランスとかがその、うん、結婚じゃなくて何でしたっけ、あそう何でしたっけ、ああいうのね、うん、別に契約しなくても子供作ってもいいし、うん、みたいなの、うん、で、うん、そういう形なんですかね、うん、ある意味ね、うん、そうかもしれないですね、うん、フランスとかがそういうの進んでるのかもしれないでね、うんうん、まあ、ただ結婚してるしてないかかわらず、うん、一緒にいたいっていう気持ちは別に変わんないですよね、うんうん、そこは、うん、そうですね、うん、ずっと一緒にいたいなっていう気持ちは全然変わらず で,、うんうんうん、でそこに何かがいろんなものが分担されてるのがすごい綺麗な世界かなと思いますね。うん、これはなんかね面白いっすね。ねえ、うん、なんか、まあ、これをどう変えていくかどうかなんて全然わかんないんですけど、なんか今自分中心の話になっちゃうけど、うん、例えばそのモアイメンバーでどっか泊まりに行こうって言った時に、うん、ちょっと家族というか難しいなと思っちゃうわけですよ、うん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 、でもそれが緩くていいよ行ってらっしゃいみたいなことになったら、うん、すげえいいなと思ったけど、じゃ逆にやられたらどうかとか、うん、ご飯どうしようかなとか、うん、こうなんだろう、かみさんがちょっと1週間ぐらい旅行行くから任せたって言われた時に、うん、おやおやってなっちゃうな、うん、そういう時にまあ分かんないですけど、うん、おいちょっと嫁さんが飯行くからちょっと手伝ってよみたいな感じで、うんうんうん、隣の人だったりとかね、友達とかとかね、助け合えたりしたらね、それはいいっすよね、なんかね、いいなと思うんですけど、ひどい親ねとかって言わずに、あじゃあいいよ行ってらっしゃいみたいな感じになれば、なんかね、もうじゃあ、あれっすね、大きいシェアハウスに住んだ方がいいっすね。でもなんかそれに近いような気がして、感覚はありますよね。なんか別に嫌じゃないよね、例えば翔ちゃんの子供が小学生ぐらいになって、ちょっとあの今日大森さん家でご飯食べたいっつって、うん、じゃあ一泊させるっつっていいっすよみたいな、そういうなんかつながりとか、うんうん、いいっすよね、うん、なんか結構これはなんですかね、もう僕らの生まれてる時代ってプライバシーみたいなのがね、うん、重要視されてるんですけど、うんうん、本当それ重要かなってちょっと思ったりするんですよね、個人情報もそうなんですけど。そうですよね、昔でも電話帳に住所載ってましたからね。そうそうそう、まあ、悪用する人がいるからっていう、もうだから厳罰にしたらいいんですよ、そっちを厳罰にして、結婚は許す、もう殺人、殺人、あのプライベートプライベートのね、なんかそういうの悪用する人間はすぐ殺人すぐ殺すっていう、そのかだからそのなんていうんですかね、みんなでそれを、ま、守るっていう意識のもと、うんうん、ゆるくつながれるみたいなね、うんうんうん、で本当大きな家にみんなで住むみたいなね、うんうん、できたりするとなんか、うん、
いいなっていうのは、だから僕がたまに言う逆トキワ荘晩年にやりたいって言ってるのはその感覚に近いんですよね。でもなんかちょっとそれは、うん、いいかもしれないですね。ちょっとどう実現するかとか全然わかんないですけど。悩みのコーナーです。悩みのコーナー、え、僕あの今35なんですけど、今年35か35か、なんとか50ぐらいにはセミリタイアしたいなと思ってて、まあ、ただ今の年収じゃ到底無理だろうと。セミリタイアに必要な額っていくらなんだろうね。僕今算出し昨日算出ざっとしてみたんですけど、まあ、年間で生きる金額、あ、生活できる金額って月収20万ぐらいあればなんとかなるかなと思ってて、うんうん、でそこで税金しょっぴかれて18とかあれば、うん、家族は維持できないでしょう。なんとかできそうな気はしますけどね。あのいわゆる家賃とか全部なしっていう感覚 で、あ、そういうことか。でもう全部なしの状態で、うん、18ぐらいであの細々と暮らしていくんだったら1億ちょっとあればいけるんじゃないかなと思ったんですよね。50ぐらいで。俺も昔算したところ4億でしたね。高っ。4億あれば月50万ぐらい、50か60万ぐらいで80歳ぐらいまで生きていけるから。それも子供いる前提で、うん、まあ、月50、60あれば子供が2、3人いても大丈夫かなっていう。4億ぐらいをどうにかすれば。4億ね。ただ、うん、あの働かないわけではないですよ、うん、この感覚でいくと、うんうん、あのまあ貯金を切り崩しながらも、まあ、バイトかなんか自分でやりたいことで、まあ、月々数万ぐらい稼いで、うん、でそれを細々と切り詰めていって生きていくみたいな人生をしたいなと思ってて。働くのはやりたいこととかがあったらやるし、終わったらやめるしぐらいの自由さがある感じ。自由さはありますね、うん、何かが自分で作って売ってとか、そんな世界観に近いかもしれない、うん、あ、なるほど。なんか依頼っていう言葉ってちょっと面倒くさいじゃないですか、ね、うんうん、おー、なるほどね。責任と金銭が発生してるので、それに何かをパワーをかけてやりたいっていうのが、うん、セミリタイアの後に考えられるかなっていうのが、うん、っていうぐらい自由に生きたいと思ってる、うん、あれか、セミリタイアのスタートの日常生活っていうのは言ったらもう朝、まあ、そんな早い時間じゃない時間に起きて、まあ、ご飯食べて、うん、で自分の好きな何か作ったりとか、そうですね、なんかして、で、まあ、それが売れたらいいやという感じで、うんうん、本当甘い考えなんですけどね。で海辺でギターを弾いて、うん、みたいな感じか。そこを突き詰めていくのはすごいいいと思うんですよね。あの新聞に入ってる折り込みチラシを畳んで見事なカゴを作るおばさんみたいなのが売れるとか、そうそうですね、イメージでいくと。これなんかなんだっけな、なんかよくある話で、うん、なんだっけ、どっかの湖の、はい、で魚がすごい取れると、はいはい、まあまあ、でそこで漁師をしてるおっさんがいて、うん、でそのおっさんは朝から、ちょっと漁に出て、はい、あとはもうギター弾いて、あの 朝日が出るのと、うん、あの夕日が沈むのを見てお酒飲んでるみたいなっていうのを、それを、うん、そういうおっさんがいるのを見た、うん、なんかね金融関係の人が、うんうん、あなたは間違ってると、その今の経済にのっとって言えば、うん、これをもっと自動化してその魚を取るのをやって会社を立てて、うん、従業員雇ってお金を得て、うん、でやるべきだ、うん、みたいな話をだって、でそういうことしたらどうなんのって言ったら、そしたら朝から晩までギター弾いて、うん、たまにあの魚釣りして過ごせるよみたいな、うん、それ今じゃんみたいな話、これもうちょっとはしょりすぎたけど、うん、そういう話って聞いたことないっすね。ないかな。いや、なんかその言ってしまえばその生活を実現することは多分すぐにでもできるけど、逆に言ったら守りたいものがあるからそのお金が欲しいっていう話なんだよ ね、はい、そうそう、だからそこの守りたいもののレベルをガクンって下げたらこれあれですよ、やっぱ結婚っていう制度を見直せば、一、うん、人だったら何でもできるってこと。一、うん、人だったらできます、ね、じゃあ一人で守れなくてみんなで守れば一人一人の負担は楽になるから、うん、まあ、確かに確かに。いや、でもなんかあのたまに
テレビとかで山奥で住んでる家族の話とかあるじゃん。はい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 。あれはまあきついんだろうけどね、うん、実際はきついですよね。きついかな、きついじゃないですかね。あれにはなりたいとは思ってないですね、うん、そうなんだ、うん、そうか。じゃあ文化的な生活はしつつはある程度は維持しつつ、ね、逆に言うと本当逆というか今と同じぐらいを維持しつつ、ああけどもっと高い、いや低いです低いです、むしろこう都会にはいないかもしれないですね。あちょっと上に、うん、こう地方とかに行って、行って。でもこれあれかもね、今の若者とかも多分そんな感じかもね。なんかそんなに責任とかストレスで心をすり減らして大金を手に入れるって感覚ではなく、そうかもね、うん、ある程度のお金でいいから、うん、もう欲しいものとか多分そんなないんじゃないですか、ね、贅沢な暮らしたいとか、うん、ないんじゃない、吉牛と GU でいいんじゃねみたいな、うん、軽自動車あれば、確かにね、確かにね、うん、でむしろね夜友達と一緒に飲むとか、うん、家族と一緒に過ごすとか、うん、そういう時間の方にもっと力を注ごうとかっていう価値観かも、うん、うん、そこは結構近いですね、うんうんうん、それでも手に入るんじゃない、そんな なんか高く金額を望まなければ、うん、そうそう、だけどまあ家とか欲しいんですよね、それやめたら、いやまあ結局何か買うじゃないですか、うん、その住まいを、うん、で賃貸はいわゆるランニングコストがかかるっていうか、うん、毎月の支払いがかかるんで、うんうん、まあ戸建てポンと買ってそこで通貨ボスとかは考えたいですね。なるほど、一括で買う、一括で買いたいですね。なるほど、まあ、無理ですけどね今のところは、うん、3000万ぐらい家買うか、なんかあれなんか逆方向なような気がするな、その望みが、だある一定の金額がやっぱりないとこれは実現できないなっていう話が、うん、あーそっかそっか、ちょっと全然変わるかもしれないけど、あのホテルにずっと住めたらどうだろうと、あ、例えば一泊5000円ぐらいのホテル、一人5000円、一泊30日だと15万円、うん、15万円払ったら掃除はしてくれるわ、うん、ベッドメイキングはしてくれるわ、うん、最悪朝食がついてる可能性もあるし、ね、可能性あるし、光熱費はかからないし、うん、っていう状態が作れるじゃない、うんうんうん、で家族が今は僕は自分含めて5人なので75万、結構するな、ゲームですね結構するな、えで、うん、いやそれができたら、うんうん、あの家事っていう時間とかに時間とかコストも気にしなくていいと思うと楽かなと思ったんですよね、うんうん、でもそうですよね、その全部自分でやるっていう、うん、なんかその脅迫観念みたいなのあるじゃないですか、なんか本当ご飯とかも、うん、あのよくね東南アジアの方だと外食の方が安いから、はいはいはい、もうキッチンがついてないみたいなね、うんうん、その借りる部屋に、うん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 、みたいなのが存在するわけなんで、うんうん、セミリタイヤというか、その生活感を手に入れるっていうのは工夫でいけ、あ日本は高いからかな、まあ、そっか、でもそう維持費が高いかも ね、うん、海外に移住するどう、海外か悪くはないですね、うん、嫁さんはついてこないそれダメだね、海外嫌って言ってたんで、そっか、確かに日本楽だからね、うん、安全ですしね、安全だし、うんうん、安心コストは非常に、ね、どうやって1億作るかっていう感覚で言ったら、ね、でも会社に勤めてるとほぼむずいなっていう感覚はしますね、そうだね、だって障害年収がねみたいな話だもん、ね、うん、もうある程度見えましたからね、まあ、だとしたらね本当一発当てるためにみたいな話になっちゃうもんね、そうですね、リスクでも就職ってローリスクローリターンじゃない、そうですね、だからハイリスクハイリターンをやるかっていうことですよね、でもそれは確率論失敗もあるわけで、うんうんうん、そうすると全然違う世界に転落してしまう可能性もあるからね、うんうん、それかそうか、もしくはそれが実現できる仕事があればいいのかな、あそうだね、そういう世界を仕事にするというか、セミリタイヤ商品、セミリタイヤクラブ、クラブセミリタイヤクラブ、セミリタイヤリゾートみたいなやつを作って
そこの掃除とかだったら全然やる。なんだそれ。一緒にセミリ対応してる人たちの掃除とかはやる。一週間セミリタイヤしませんか。あ、今あの4月からあれが、うん、あの有給は絶対取らさなきゃいけないってことに変わったから、みんな有給を取らないといけないわけです、うんうん、だから1週間セミリタイヤが体験できるっていう、分かった、1週間老人ホーム体験ができる、おで1週間こっちにも寝過ごしてくださいと、はいはいはい、これもうその老人ホームのごとく全て提供します、もう漏らしても大丈夫、うん、服からっていう施設を作ったら売れるかも。あ、なるほど。けどそれは老人ホームじゃないんですよね。老人ホームじゃない、うん、これ何ビジネスの種の話なの。1億稼げる、1億稼ぐには。